天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。あすみです。この番組は我々天才ピアニストが好きなことをトークしていく12分間の番組でございます。なんで痩せへんねやろ。どうしましたか、ますみさん。痩せたいわ、痩せたいわ、ね、これほんまもう死ぬまで言わなあかんか。言わなあかんかやなしにかやなし言わなあきまえんか。切れてるやないの。ほんま嫌なるわ。あ、嫌なってきた。食べてるからやでって言うんやろいやもうそのリスナーにまで刃を向け出してるやん。食べてるよ。食べてるのよ。それは飲んでるよ。飲んでんのよ。でもそれにしてもやっぱり、うん、なんか太りやすい体質やと思う。割に合ってない食べてる。でもね、確かにね、そのますみちゃんってね、うん、あのアメリカの子供みたいな食べ方してるイメージあると思うんです。両手に持って ね、はい、バーガーバーガーみたいな、はい、そんなことはないんですよ。別に一食の量って一緒ぐらいですよね、うん、そうなのね。まあでもちょっとお菓子とかおにぎりとか置いてあったら、まあ人よりはちょっと一個多めやったりするよね。なるほど、つまんじゃったりとかね、うん、はいはいはい、確かにあの楽屋のお菓子とか文句言いながら食べてますね、うん、うん、これ買えみたいな。これでも最悪でしょ本当に。まあ食べるけど。ケータリングなんかありがたいのにあるだけでもありがたく頂戴いたして。これであのチョコ食べて甘いねって言ってましたよ。そら甘いやろますみちゃん。もうそれはもう暴れてる。いやもうな、それはもう意味がわからん。いくらなんでもチョコやからって甘いわ龍神よそれは甘いってチョコは。カチンときた。カチンときた甘さに、うん、まあ、なだからちょっとじゃあその痩せる方向で考えようか、うん、まあ、今の生活痩せにくいっちゃ痩せにくいですけどね。やっぱりそうよ。やっぱりね、はい、生活の時間がね、うん、どうしてもその夜遅くに食べたりとか、はい、逆にその夜遅くまで起きてて、うん、朝起きるのが遅くて、うん、朝をパス、朝昼パスで、はい、夜に一発ガンって食べる時もあるでしょ。これって多分良くないですよね。絶対良くないな。寿命を縮める。なんでなまったん寿命を縮めるよ寿命縮めるよ。縮めるあるよ。あ、中国人でしたけれども、はい、そうなんですよね。だからちょっと難しい。だからこれね、あのちょっと言い訳をするのであれば、あ、一旦言い訳いいですか。ごめんなさい、あの、はいはい、お叱りの言葉を受けます。私が、あ、なるほど、お叱りをするんであれば、はい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 、モデルやったら私が、うん、私がますみがモデルやったらね、長谷順のポジションやったら、はいはい、だ言うたらそれだけのために、はい、もう痩せることが仕事ですから。あ、まあ痩せることが仕事って言ったらちょっとね、まあね、語弊語弊あるけど、ね、はい、あのスタイルを保つことが仕事ですから、うんうんうん、でもそれだけに命を懸ける、うん、自分を綺麗に見せるためだけにこう日常生活を取り組むのが仕事でしょ、うんうん、でもね、私たちってね、自分を綺麗に見せることが仕事じゃないの。お叱られろみんなに。お叱らないでー。お叱られるわよ。お叱り、あ、なもうその必要に駆られたらというか、そういった職業やったら、うん、こんなそのキープできてないことはないと。私だってやると。あのような、はい、あ、そうですか。まあまあなんとなくその理論としてはちょっとだけわからんこともないけど。そうそうそう、美意識がね、美意識問題よ。うん、そうですね。しかもね、我々はやっぱりその美にお金をかけられるほどの収入はありませんから、はい、もうとにかく自力で痩せるとしたらね、そうね、痩せるしかないわけで。そうよ、今となってはやっぱね、収入というかお金があったら、うん、まずパーソナルジム、なるほど、マンツーマンの、はいはいはい、トレーナーをつけてね、あの全部ご飯を監視されてね、はい、はい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 、そうですよね、トップ女優さんとか、うん、モデルさんとかやったらパーソナルトレーニングしてるでしょうね。専属トレーナーがついてメニュー決めてもらって、今日はお尻だけとか、あ、今日は胸だけとか、なるほど、やってんのよ。パートで分けとんかいな。うん、な、私らなんか分からないから、そんなん言ったら全身やりたいよそうそうよとりあえず走らされそうやけどな。とりあえずもう、一旦走ってくださいって。ランランランよ。そうよ。まあでもね、これちょっと一回言いたいんが、あの、うん、テレビにね、出させてもらった時に、うん、やっぱ丸く映ってますよね。って思うんですよ。っていうか、それは自分を見て思うんじゃなくて、はい、テレビで見てた、あ、例えばアナウンサーの方とか、うん、生で見たらガリガリやねん。
アナウンサーガリガリよな。ガリガリ。でも別に、うん、テレビで見てたらそんなガリガリって思ってなかったんですよ。確かに確かに。ですよ。だから、ごめんなさい、ですよさんみたいになってしまった。いよいよ。エンタ全盛期のね、うん。はい。いや、そうなんですよ。だから、まあ、かデカ映ってんじゃん。映像の関係であるのかな、ちょっと伸びるんかな。伸びるんでしょう。まあ今のテレビが横に大きいワイドなテレビが多いからっていうのもあるかもしれんけどな、はい、いやそうです、もうアナウンサーガリガリですから実際細ってなるな、やっぱり。ほな私も実際見たら細ってなってくれると思うのかな。へえ。怖い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 。なってくれるかな。ちょっとちょっと無記名で書いて言わない。これはちょっとでもさ言われても嘘つけてなるでしょ、それは。まあね、なんじゃお前はってなるでしょ。いやそうやな、まあだから不利っていうことだけちょっとまず皆さんに理解していただいて、うん、だって夜飲むこと、ね、飲み誘われることも多いしさ、うん、結局何が一番いいやろな。でもね、そのダイエットしてるというかダイエットのプロというか、はいはい、あの努力して痩せた人は結局何が一番痩せるかって言ったら、うん、適度な運動と食事制限、はいはい、これに尽きると。まあまあそれをねやっぱ当たり前だからこそ難しいんですよね。食事制限だけではキープできない、はい、うん、その一時痩せても、うん、運動と併用しないと、うん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 、でも私ね人生で今まで3回大きなダイエットしてるんですよ、はい、多いですね、はい、ほう、結構痩せたり太ったりしてるから、うん、なんかそのボディライン汚いんですけど、あ、あんま伸びて縮んでしてるからってこと。そう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 、あ、なるほどね。まあ、多分ほんまに体質で太りやすい太りにくいってあると思って、うんうんうん、まあほんま多分太りやすい私、うん、で一番最初高校生の時に15キロ以上痩せてんの。え、どうやって痩せたのそれ。その時は食事制限オンリー。オンリー、うん、15? なんでそんなに痩せた。70キロぐらいあってん。おう、高3、高2の後半ぐらいかな。はいはいはい。でほんまに半年ぐらいで、うん、半年ちょっとぐらいで1年経ってない絶対、うん、で15キロ以上痩せた。うえー、そういうある日痩せようって思ったわけ。いやもうそれは恋をしました。声質変えてきたで。はい、恋をしました。受け止めきれにくい。甘い甘い恋をしました。いや3度も言うでないで。言うてない。あ、なるほど、それのモチベーションでってことですか。そう、その高校の時もよっけ太って70キロぐらいあって、はいはいはい、スカートももう腰で履いて、うんうん、もう足首ぐらいまでのロングスカートでチャックも開けて、はい、チャック開けてね、チャック開けてアンピンで止めてみたいな、はいはいはい、ある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 、うん、アンピンで止めてんねんからみんな。いやそうやね、うんうんうん、ダボダボのセーター着て。そうっすね。あ、だからもうボディラインが見えないような感じで。見えない。まあそれが流行ってたっていうのもあんねんけど。確かにな。でそれで髪の毛もめっちゃベリーショートやって、うんうんうん、前髪も斜めやって、うん、うわなんかちょっとその足目足目で、うん、はいはい、サブカル系というか、うんうん、なんちゅうか、うん、まあ、古着流行ってたからっていうのもあって、うん、そういう感じやったのよ、うん、すごい太ってて、はいはい、でもあの時ちょっと恋をして、うん、やっぱまたイラッというのがあるな。あ、ごめんなさい、ミニミニ恋をして。いいのよその恋質にしなくても。恋をしたもんだから、うん、なんか言うねんそれ。ある時恋をしてね。まだ言うやん。恋をして、これは可愛いと思われたい、女の子やと思われたいって思って、はい、そう、女子校やったからどうしてもそのあんまり女っていう意識ないのよみんな。なるほどなるほどなるほど。これは可愛いと思われたと思って。女子校で恋をしたっていうのはそれどういうことですか。あの先生に、いや当時27歳の先生に。緑の車乗ってきた先生や、ね、そうや。過去の回を聞いてください、はいはい、世界史の先生にね、うんうんうん、恋をしたわけですよ、うん、で そこでもうそのジムとか行くお金もないし、ああ食事のみで、もうあのじゃあそのあなたの家のお母さんは あとこれ食べこれ食べっていうタイプじゃないの。そう、うん、大変やった争いが。全断り、ほぼ全断り。だからもうまた体壊すでみたいなことでしょ。朝はまあ食べてた、うんうん、けどお昼とかはもう弁当いらんって言って。お昼食べへんの、うん、じゃあ周り食べてるとこで喋ってるってこと。飲み物だけとか。一人で三角座りやないやろな。それはないよ。寄ってたね、周り寄ってた、ね、寄ってた。飲み物だけでとか、その購買行ってなんか一品だけ買うとか、コロッケ、ちっちゃいコロッケだけ買うとか。そこコロッケなんや。そうそうそう、と思ったリスナーも少なくないのでは。とか唐揚げ200円でなんかちょっとだけ入ってるやつとかって、うんうんうん、それだけ食べるとか。はい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 。で夜はヨーグルトだけとか、うん、リンゴだけとか、うん、きつ
で今までその何間食で購買行ってパン買うたりとか、うんうん、お昼食べてんのに、うんうん、食べてんのにそのパン買うたり唐揚げ買うたりジュース買うたりしとったの、うん、それを一切やめて、うん、なるほど。食事だけで行って、食事だけで減ったんや。いやでも体調壊したな、生理も止まった。そんなに、うん、でも過激派なダイエットやね。痩せた54キロ、53グラムで痩せた。え、それはさ、そうなんでってならへん、そんな痩せたら。なみんなの、ま、みんなに恋をしたからって言ってたの。え、言ってた、ね、なるほどな。あの取られたくなかったから、その先生を。いややっぱね、若いあのかなんね、転勤してきた先生やったから人気やった、人気やって、うん、で取られる前と思って、うん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 、でもうめっちゃ言ってたみんなに。ああなるほどな。だってすごいね、これはあのダイエットの話じゃないんですけど、恋が多めやね、はい、あのその先生に、はい、こう目に留まってほしい、はい、気に入られたい、うん、気づいてほしいっていうのがあって、うんうんうん、世界史とかそんな得意じゃなかったのに、うん、100点1回と、はい、高校やで、うん、100点1回と99点取ってんね。うわ、もう世界史に全時間注いでるやん。そうで、その時マジでこれほんまにマジやねんけど、うんうん、数学0点って。うわ0点ってやばない、幸せきまくってるやん。0点ってエゴなん、その やってなかったやん、数学は、うん、全くやってない。うわ、数学も何種類かあって理系やったから。数学がおじいちゃんの先生やったから。おじいちゃんって犬みたいな先生やった。いや、どんな先生いや、わぁ言うてたやったらもう犬やん犬に数学を教わってるやん、なんかそれなんやそれ。その世界史のテストに、うん、なんか驚いた、完璧、パーフェクト、あ次はリベンジするぞみたいな、うんみたいな。あ、なるほど、先生側としては100点取られたんで。めっちゃメッセージ私のとこだけ、うん、ダイエットはダイエットの話がなかったんですね。恋したもんね。恋の話がメインでございました。すいません。それでは皆さん、おやすみなさい。